ジョン・ライアン・マーフィーは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブレーデントン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。かつての登録名は、JR ・マーフィー。高校1年時は、投手と一塁一種でプレーしていたが、2年次に保守に転校。ニューヨーク・ヤンキース時代卒業後は、 マイアミ大学に進学予定だったが、2009年の MLB ドラフト2巡目でニューヨークヤンキースに指名されプロ入り。ルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプレー。2010年は A 級チャールストンディバードックスでプレー。2011年は A 級チャールストン A 級タンパイヤンキースでプレー。2012年はメジャーのスプリングトレーニングに参加。 a 級タンパー、a a 級、トレントンサンダーでプレー。2013年は a a 級トレントン6月13日からトリプル a 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレー。9月1日にはセプテンバーコールアップでアクティブロースター入りを果たした。翌2日のシカゴホワイトソックス戦で大画としてメジャー初出場し初アンダーを記録した。 2014年3月25日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ移動した。そのまま開幕を迎えたが4月15日にフランシスコ・セルベーリが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格した。昇格後はブライアン・マッキャンのバックアップとして24試合に出場。4月26日のロサンゼルス・エンゼルス戦では5回にヘクター・サンティアゴから メジャー初本塁打を記録した。6月17日にセルベリが故障から復帰したためトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格した。9月2日にメジャーへ最初を浮した。この年は32試合に出場して打率。284、1本塁打、9打点を記録した。2015年はブライアン・マッキャンに次ぐ第二星として67試合に出場。 打撃面では、打率、277、3本塁打、14打点という成績を記録した。守備面では3失策、守備率99、994 DR、DRS に、盗塁素死率28%という内容で、やや平均を下回った。2015年11月11日に、アーロン・ヒックスとのトレードでミネソタツ・インズへ移籍した。 2016年は控え保守として26試合に出場したが打撃不振で打率146、1本塁打3打点オプス0 2 4日3という成績に終わった。ディフェンス面では25試合で1失策、守備率 995DRS-1 という数字のほか、盗塁阻止率38%を記録して強権を発揮した。 2017年は開幕からマイナーオプションで AAA 級ロチェスターレッドウィングスに配属されアクティブロースター入りはなかった。2017年7月27日にガブリエルモヤとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2019年5月25日にリーフとなり6月1日にマイナー契約で参加の AAA 級リノエーシズへ配属された。 2019年7月31日に金銭トレードでアトランタブレーブスへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズでプレーした。9月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月10日にピッツバーグパイレーツと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月19日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月30日にマイナー契約となった後、11月18日に FA となった。ありがとうございます。